何選抜ん、なんか選抜に選ばれない非選抜のなんか苦痛みたいななんて言うんですか、あのその回が今日もあるんですけど、ってことはもっと待ってみたいな、おっとちょっと待ってということは、前回のなんだっけ、前回のさよなら毛利さん今日までなんじゃないってなって、ということで、そのお料理選抜の方のさよなら毛利さんを、今日この後8時ぐらいから見ていこうと思います。コメントに書いとこう。そう、それで気づいた、 TVer さんで見ます。なので皆さんも TVer さんでぜひ準備して、できる方はぜひ TVer さんで準備していただけたら嬉しいなと思います。なんだっけ、さよなら毛利さん、あっと TVer さん見ます、前回のやつを。はい、いやもう今日は本当にさっきのね配信でも言ったんですけど、今日は本当にあお仕事してきたんですけど、みんなが思う以上にすんごく疲れて、本当に疲れたので、もしこのお仕事が公開になった時はもうみんなもう本当にもうなんかどこぐらいまでなんかどうなのかとかわからないから何とも言えないけど、もうとにかくもう褒めてください頑張ったねって、お疲れ様って、もう本当に頑張った今日、でも明日も頑張んなきゃいけない、もうはっだからオンラインお話し会でみんな癒しをください。普通は私が与える側なんですけど、癒しをください。とにかく肉体的に、いやもう肉体的にもう精神的に本当にもう疲れたの、もう本当に頑張った、疲れた、もう頑張った、もう一番正しい、頑張ったが一番もうもう正しいあれ表現、本当にそうもうだからもういっぱい褒め褒めしてください。 TVer を私は立ち上げなきゃいけないですよね。立ち上げるっていうか、まあ別に検索するだけなんですけど、花丸ください。CM 見とかなきゃ、1個目の CM 見終わっといてください。お願いします、お願いします。なんて書いてある、ごめん読めない、ファイヤースティック何どういうことあとは1月25日にチーム B 公演出演します。推しと出ます。推し最高、推しの初日一緒に迎えれる、最高、嬉しい、最高です。あとでそれについてメール送ります、ちゃんと。はい、
嬉しい。あのピョンズの皆さんはあのいつもの漢字4文字ユニットのところに来てくれれば、あのはい、春一番もこれやるので、そこのポジションのところに来てください。はい、私が「え、覚えてないよ」って焦ってないってことは、あのいつもの漢字4文字ユニットのところですので、はい、ご安心ください。対角線ナターシャポジではないので、いつものとこに来てください。基本今後は本当いつものとこに来てくれればって感じ、うん、私がそこのポジションになるときはもう本当とりあえず、まあ、もう私のポジションを覚えてくれる人がいるので、その子が出るってなって、まあ、例えばそれこそナーミンもユキリンさんも出れない、セナタンも出れないってなった時とかかな、かな、うん、基本ほんと自分のポジをやるって感じ。みんななんかそう、スタッフさんにそれは聞いて、もちろん私自身もやっぱ自分のポジションをね誰かが覚えるってことは、じゃあその子がその今後私のポジションをなんて言うんだろう、これからもずなんて言うの、じゃあ交互に、基本的に交互なんですよ。そう、あのそれぞれメンバーお仕事のうんちゃらみたいなのがない限りは基本的には交互であのメンバーを編成してくださってるので、スタッフさんも。だから交互になるんですかって聞いたら、なんかいや基本的にはそこのポジションのメンバーがやっぱり優先というか、でまあ本当にお仕事とかで何か他のようで出れない時にっていう、一応そうするよ、そうする感じではありますけどみたいなことは言われたので、はい、安心して自分のポジションで出ます。感じですね。あと3分で始めます。イヤホンの準備よし、ま、画面も準備よし、 1.0 倍、よし、再生ボタンを押す準備もよし。明日も仕事頑張る。今夜の森さん出るよ。そうだから、だからじゃないけど、お料理選抜の結果のやつ見ます。眠たい、超眠たい。みんなが森さんに出演させてくれるきっかけとなったお料理選抜のやつを見ます。なんか頑張りすぎてテンションはい本当に、25日の髪型はみずみんに決めてもらおうかなって思ってます。キャハえへへ、うん、まあ、検討するけど何がいいって聞いて、ポニテルって言ったらちょっと考えるわって言うけどお団子、あ考えるわって言うけど、
前髪なしとか、みずみんお揃いも全然できますけど、前髪なくすのもできるけど、でもそしたらさ、私の顔のでかさが際立つ、だからダメ。あとやっぱ同じような髪型はね、やっぱそれこそ後輩の初チーム B 公演にそんな一緒の髪型なんて、みずみんがそれって言うならしますけどはい、ということでそれではスタートします。一斉のでのででスタートしますので、皆さん一緒に押してくださったら幸いでございます。それではいきます。一斉のでディー、ファンの胃袋をつかめ AKB48 お料理選抜。この衣装マジで可愛い。あとハーフツインの髪飾り最高、めっちゃ可愛い。仰天にありがとうって言いたい。仰天と里美奈。オム、ちゃんと自分オムってやってた、えらい。昨年12月実店舗での売り上げバトルを開催しました。ついに結果が発表されます。ドキドキせいやさん顧問でした。嬉しい。確かに焼肉屋で働こう。はい、ありましたね、動画配信のアピールバトル。私いる？あ、いない、いない。あんな頑張ったのにハルピョンいない。なんで？1位デザート部、2位たこ焼き部、3位コロッケ部、4位オムライス部、4位はい、そうなんですよ。なんでこの日ハーフツインにしたかというと、あ、私が映ってた今って顔、ワイプで使われるっていうのはね大事。いやマジそれな、なんで3ポイントなんわあ。私今早い早い早い私です今の。え、本当にこれ見えるかと思った。でも全然見えなかった。ハッツとか見えてんじゃないかなって思ってたもん。全然見えなかったですお、ぜひ頑張りを見てください。売上バトル初日こんなとこでやってたんだね、知らなかった。すごい、鏡張りではないか、鏡がいっぱい。ほんとカフェの中を知らないからさ、パフェ食べてる、たこ焼き。あって予約制ですもんね池袋って。まあなんかあれでも入れますよみたいなのはあるけど、そりゃそうだよ初日に予約しないで入るのはそりゃそう。すごい、2個食べてる。なんかどういう気持ちで食べてんだろう絶対なんで俺たこ焼きいっぱい食べてんだろうって思ってんだろうな。生姜苦手なのに食べれたんだ、かわいい。行けるときはたくさん通う。だって通ってくれ私のお話し会も本当にやっぱソースだよね。え、波動のアクスタ持ってる、おもろい、かわいい。え、ハニーマスタードのやつ、でもマスタードかダメか。わあ、デザート部
はい、アナウンサー。まあでもね、芋とかリンゴとか高いもんね。え、待って、たこ焼きとオムライスとデザート、 DD すぎる。たこ焼き、たこ焼き、デザート。いや正解。ただあれしに来たじゃん、ご飯食べに来てる人じゃん。あ、あの人、オムライス、崖っぷち、崖っぷち祈ってます。橋本今ワイプで嬉しい、あ嬉しい。別についてるソースどんな味なんだろう、知らないんだよね。抜けてるとこが魅力的。はい、残念でした。とっても優しい。落ち込みですよ、もう落ち込みマックスでしたよ。え、マジで泣ける。マジで泣ける。量が多いのはもううちらのせいじゃない。中もお布団の中もご飯ってことですよね。そりゃ4つも5つも3つも4つも食べれないですよね。初日の売り上げ、第4位デザート、第3位たこ焼き、第1位オムライス。めっちゃ喜んでる。やばい、もう優勝した、優勝したバリに喜んでんの、ウケる。めっちゃおもろい今。ワイプから消えてたんだけど、優勝バリに喜んでた自分、あんな喜んでたんだ。すごい、あ、うん、そうなんです。ありがとうございます。いやマジで、橋本喋ってます。何絵の大好きやねんね。ありがとうございます、言って支えてくださって、本当にあったかい気持ちになりました。初、かわいい。かわいい。どういうこと。かわいい、さすが大阪の子だわ。へえー、
いやいや、ドキドキ。そうなんですよね、これがあったの知らなかった。でもこれ見た時、これ放送で見たんですけど、さすが富士園様だなって思いましたね。富士園様さすがっすって思いました、この放送を見た時。ハッツがさ、ハッツがさ、タコパ入ったって言っててさ、最初何の話してんのか、なんかこの放送知らなくって、まだ何の話してんのかなって思って、なタコパみたいな、どういうことって思ってたら、放送見て、放送っていうかこの収録の時にいて、これやってたんだってなりました。知らなかったから。そう、全然知らなかったから、だから、これね、ずるいですよね。あっ、待って、忘れてた。今日私何時からこれ配信始めましたっけ。まあいっか。なるちゃんファン、岡山からわざわざ48分、ありがとう。すごいね、放送見て仕事休みだったから決め、優しい。放送見て仕事休みだったらみんな来ますか、岡山から。来る？絶対来んやん。これずるいね、今考えたら。そりゃ行くよね。一番劣勢だったオムライス部にさせてほしかったです。まあしょうがない、あれで負けちゃったんだからしょうがない。仕事休み、そうです、仕事休みですよ。埼玉でも厳しい、どういうこと、絶対来るでしょ、仕事休みなんだから来てよ。絶対来てよ。埼玉なんだったら、埼玉から池袋でしょ、行きなさい。それは班の方に向かって可愛いって言ってんのもおもろいよな。すごっ、めっちゃ食べとるやん、デザート。26、やば、オムライス26個食べた人なんて見てないもん。すごすぎでしょ。てかこの宣材写真変えたい、あんま可愛くない。おりんちゃんぶっこんできたな。感じました、こやき。生涯でもそんな、いやそれは食べてるわ、うちオムライス26個は。
すごいよね、22個26個とんでもない。やってたのすごいよね。そのオムライス部は全然グループライン動かなかったです。写真付き。それを私がやってたらフォロワー増えましたかね。ないか。本当にそう、元からね認識はしてますけど、やっぱね押すことに飢えてた。ありがとうございますって今言いましたよ。見ました、今見てました。ありがとうございますって言ってました。ちょっと後で巻き戻しといて、多分この後 CM 入るから一旦タイマー、タンマ。コミさんかわいい。いやマジでイライラしたこの瞬間。マジでイライラした。もうなんか、しかもこの収録結構、この収録が一番あれだったのかな、なんか大体4本撮りなんですけど、確か最後だったんですよこの収録が。もうだからもう疲れもあって、あ CM 入らなかった、もうたまっ、もうみたいな。そう、ためてジンギスカンみたいな。あー悔しい。そう。時を戻そう。まあでもみんな食べたよね、いっぱい。みんないっぱい食べたよね。やっぱ部長のいっぱい、やっぱ一個でいっぱい食べさせてあげたいっていうのが勝っちゃった。2食、誰あと2食食べた。食べたじゃん、あと3食食べれたじゃん。変わってないんだけどさ、あんま。2食食べたところで、そう2食ジンギスカン部に取られましたね、はい。本当にそう。てか絶対なんか大阪のオムライスが美味しくなかったらしくて、大阪のオムライス美味しかったら絶対もう1位だった。
絶対そう。なんかそのスタッフさんもなんか大阪の方の店舗に食べに行ってくださったらしくって、1800ダブルスコア。あ、 CM です。そうで、そのスタッフさんもなんか、え、オムライス全然美味しくなかったんだけどみたいな言ってたらしくて、そうコミさんから聞いたんですけど、その話を。でなんか私のファンの方もなんかオムライス、大阪にオムライス食べに行ってくださった方何人かいたんですけど、なんかうまっみたいな言われて、そうえみたいな。あ、始まりました。今19分50秒。うわおめでとう。まあでもオムライスが一番なんかあれですよね、美味しさが左右される。たこ焼きとかデザートってあんま美味しさ左右されなそう。アルピオンデザート作ってた。しかもデザート部がいいって最初書いたしかも最後デザート部かもしれなかった私かもしれなかった。まあでもオムライス部としての活動もすごく、なんて言うんだろう、やっぱこれまでちょい仲良しみたいなメンバーが多くて、オムライス部の中に全体的に、だからすごい楽しくできたなっていうのあったし、普通にオムライスが一番私は好きなので。え、ハッツの涙がちょっと来る、やめて、宇多田泣かないで。いやまあそうだよね、宇多田はやっぱなんだろう、ほんと足に制限がかかってというか、足を怪我しちゃって、やっぱ今すごい活動に制限がかかっちゃってる以上、やっぱできることを一生懸命やってたのは本当にすごいって思ってたし、部長になって絶対不安だ。しかもさ、15期だったじゃん、他の部長が。だから余計に多分なんか頑張んなきゃっていうのを多分ハッツはすごい思ってたっぽくって、そう、でも頑張ってたよ。最初に画像とか作ってたのもたこ焼き部だったし、すげえなって思った。ということで次週の予告というか今日の予告です。なのにもかかわらず マジおもろかった、ここの会話よく言えるなはい、ということで無事終わりました。
まあとりあえず今日も出ます、非選抜として。はい、なんか気難しいじゃない、なんていうの、気が難しいですけど、まあ出れることに感謝です本当に。さよなら森さんに出たいっていう気持ちがあったので、まず出れることに感謝ですわ本当に、非選抜としてでも。ということで、いかがでしたでしょうか。今日のは同時視聴配信、私名前ないよね、上がってないはず、来てないから、私じゃない、聞いてない。今日だったらできるんだけどね、ね、あでもお姉ちゃん、あでもそっか、テレビが見れるあれじゃない、見れるけどここじゃないから、そうそうそう、普段だったらきびいけど、そうですよ、オムライス間違えた、料理選抜のおかげで本当に私はさよなら森さんに出れたし、お魚天国も踊れたし、うん、とっても楽しかった。まあ悔しい結果自体はね、ちょっと待ってね、ちょっと今日忘れてたことがあって、やばい、よし、今日のやつは同時と感想で10人も配信がある、じゃあ私は多分来週かな、来週で多分同時ではないと思うので、基本私はそうですね、来週だとしても同時は厳いと思うので、きっとあれですわ、また感想配信ですわ。え、T 無理そうだよね、はい。はい、感想配信ですわ。え、木曜の夜ってことだから、うわ、え、私できんのかな、わかんない、いつできるんだろう、感想もできんのかわかんないわ、来週だとして、もうちょっとそこら辺はスタッフさんと相談します、感想してってなっても。でも本当に料理選抜としていろいろお父さん活動、まあ1週間後とかでいいなら全然感想配信するんですけどね。こうやって、まあいいや、それは置いといて、本当に料理選抜としていろんな活動をさせていただいて、毛利さんもそうだし、お魚天国もそう、お魚フィッシュ1グランプリもそうだし、本当に何だろう、まあ多分本当にこう毛利さんに出れて、なんか非選抜、選抜にもこうやって4回とも、まあ一応前回の2回と今週と来週の分があるので4回とも選ばれてるのって本当に、なんかまあ料理選抜自体の結果はなんだろう、まずまずだったけど、もともとの料理選抜は私2位ですからね、マリアちゃん1位だし、それは置いといて。料理選抜自体の結果としてはなんかすごい悔しい結果にはなったんだけども、でもやっぱこうなんて言うんだろう、すごくなんと言いますか、楽しく、ほんとなんと言いますか、こうあの時料理できないけど、なんかやっぱさよなら毛利さんに出たいっていう気持ちが本当に強くて、だからこうして参加するぞって自分の中で決めて参加してよかったなってすごく思います。なので
本当オムライス食べてくださった皆さんにもそうですし、今回の料理選抜、まあ、チャレンジオムちゃん投げてくれた人もそうだし、もちろんオムライス以外もそのいろんな部活があった、いろんなね、世の中にはいろんなご飯がある中で、こう AKB の料理選抜のカフェに行こうって思ってくださった皆さんにはすごくすごくありがとうっていう気持ちでいっぱいですし、まあ、大体どこの部活も本当にいっぱい売り上げているのではい、まあ第2回があった時はやるかやらないかは考えますけどそう、でもうん、なんか第1回って言ってるから第2回もあんのかなとか考えたりとかするとなんかどうなんだろうって考えはしますけど、でもこう本当になんだろう、あの時にやってみようって、なんか料理絶対にファンの方に「いやお前料理できねえだろ」って言われるとは思ってたけど、案の定言われたけど、でも やろうって思えたことがすごく良かったなって思ったし、よかったっていう気持ちでいっぱいですはい、お魚天国のヒピョンズとこうして現場に来れてよかったって言い合えたのはいい思い、待って泣きそう、いい話すぎる、ごめん泣かないけどいい話すぎる、いやみんなのおかげだよ、あそこで2位にしてもらったからあそこにも呼ばれたし、お魚天国踊ったし、さかなクンさんにも会えたし、私パソコンにさかなクンさんのステッカー入れてます、ちゃんと、えらい、うん、よかった、本当に楽しく、まあ、結果はね悔しいし、なんかやっぱ料理選抜、なんか私が思うにやっぱ最初の1位2位3位4位が部長としてとか、なんかちょっとぐらいアドバンテージがあってもよかったのかなとかとは思いますけど、でもまあそれを一番言いたいのは多分マリアちゃんだと思うし、うん、それ以上にやっぱさよならモーリさんに出られた、フィッシュワングランプリに出演できたことはすごくやっぱ嬉しくて、うん、本当しゃっくり止まんないんですけど、この企画がなかったら、この企画でみんなが2位にしてくれなかったら、まあ、別に2位になったわけじゃないけど、2位になったからってわけじゃないかもしれないけど、でも本当いろんな、なんていう、文句じゃないんですけど、まあ文句と捉えたならすいません、まあ、と感じ方は人それぞれだと思うんで、これが文句だって言われたらもう本当にごめんなさいって感じなんですけど、でもやっぱそんだけやっぱ悔しいっていうのはある、一番大きく、みんなが本当にそんだけ頑張ってくれたから、なんかあの時に2位になったりとか、オムライス部の中で1位にしてくれたりとかしてもらったのに、なんかこう結果として何も返せてない、まあ何もじゃない、さよならモーリさんに出てフィッシュワングランプリに出て、それはすごく返せたんじゃないかなって思うけど、でも何も本当に料理選抜としては何も返せてない状況、むしろ叙々苑焼肉3食分もらっちゃったりとか、本当もらってしかない状況で、なんかすごいごめんっていう気持ちでいっぱいなんですけど、うん、でもまあ、でもまあ頑張った、だからとりあえずというか、ありがとう
焼肉券はしっかりもらったのでお腹いっぱい食べたいと思います。水でも叙々苑なんて行かないからな、どうやって行くんだろう、いやもうほんとみんなになんか何で返せたんだろう、なんか量の多いオムライスで返せたのかな。でも本当に部長がやっぱこう企画会議の時も2食のオムライスにしようって言ったり、そういやコミさんそれは優しすぎますって私言っちゃったし、そうソースいっぱい作って売った方がいいです、もう私はもうコスパ重視みたいな、コスパじゃない、コミさんがコスパ重視すぎて、本当部長コスパ重視すぎてもう優しい、本当にもうなんかファンの方のことをもう本当にとにかく考えて、ファンの方がお腹いっぱいになるようにって考えすぎた、考えすぎてお腹いっぱいになりすぎたっていうそうそうそう、だからあのコミさんの優しさですはい、部長が優しすぎました、コスパ重視しすぎたコミさん部長がでも私その企画会議じゃないや、なんだっけあれの時なんかソース開発の時いなかったから何とも言えない何とも言えないです、もうあのソースがどんな味かも知らないしそうそうそう、でもお布団オムライスはねめっちゃ発想いいなと思いました、すごくない、だってメンバーの顔があってめくったらウインナー体があるよっていうまなみさんのオムライスめっちゃおもろいそれはなかったのか、それはまなみさんが作ったオムライスか、違った違った、ごめんごめんそうでも一回食べてみたかったな、普通になんか4食とも食べたかったです、フォロワー減っちゃう、やばいやばい、確かにやばいやばい、フォロワー減っちゃう、うん、せっかくなら食べたかったですね、オムライス4食食べてほしかった、いや絶対無理だってさ、ソース1個でしょ、まあ、味変ソースはあるにしろコチュジャン入ってるから私食べれないし、絶対無理、一食でも限界だと思うマジで、だからマジみんな頑張った、お疲れありがとう、サホさん小型特殊免許だって、実は昨年末さと、ま、え、しゃべれなくなっちゃった、実は昨年末岩立サホさんにとある企画のために小型特殊免許を取得していただいておりました、どんな企画のために取得したのかは今後の情報発信を楽しみに、免許持ってます、小型じゃないけど普通の免許、
オムライスが美味しかったのは確か。よかった。いやいや、あなた4食が欲しい。何を言ってるの。ハルキュンのことを思えば余裕っしょって配信で。余裕っしょ余裕っしょ。1食で限界でした。しかもその後に出張。お疲れお疲れライス。小型特殊孤独、孤独っていうの。ハルピョンの運転姿見たい。ブンブーンあ、さっき TikTok 載せた。TikTok 載っけました。ミルクで乾杯。お砂糖混ぜたら甘い。パピプペポーってやつ載っけました。バストップさん、ピンクドルもありがとう。ギャロさん、ミラボールありがとう。安全運転でお願いします。あの撮ってるってことはマジで私優秀な子だったんです。あのなんかほんと筆記試験ももう毎日なんか送迎してくれるあれだったんですよ。そう、その自動車学校が。したもなんかその送迎時間まで時間があって、やっぱ一人のための送迎じゃないから時間があって、送迎時間まで毎日残って勉強してました。あの自習室みたいなところで、はい、真面目な子でした。オートマ限定、はいそうですけど、トヨタレンタカーの時は助手席。なんかね、その時ももう撮ってたんだけど、一応靴がダメでだってその時運転するって聞いてないから、普通にもうおしゃれな靴履いてったら、なんか橋本さん免許持ってるんですね、あはいみたいな、なんか今日運転できますかって聞かれて、いやまあ一応あのなんて言うんですか、免許証は持ってます、まあそれは貴重品だから免許証持ってますってなって、でもそのなんて言うんだろう、厚底の靴を履いてたんですよ。でやっぱトヨタさん的に NG みたいなそうそうそうってなって。あそうですよね、うん、ってなって、厚底の靴、普通のこんぐらいの底、うん、携帯の3分の1ぐらいの、そうそう、底の靴を履いてて、そりゃそうっすよね。だってそう習いましたもん私、まず普通のぺったんこの靴で乗れって習いましたし、そりゃそうっすよねって話になって、いや聞いてれば全然スニーカーとか履いてったんだけど、そうもともと運転するって聞いてなかったから、普通に厚底の靴で行ったよね、おしゃれして行ったよねうん、ヒールはそうダメなんですよ。なんかやっぱこうなってるから、こうなってるから、このアクセルブレーキがみたいな、うんぬんみたいな習いました。はい、マイカーは運転席だけど、土金、何土足現金、マジ、おもろめっちゃおもろ。
でもなんかクランクとかやりながら、いやこんな道実際ないしって思いながらこんな道実際ないわと思いながらやってましたね。教習は受けてました。結局あれから高速も乗ってないし、私一回も乗ってない、うん、高速教習から一回も高速乗ってません。縦列駐車とかしたことないはい。でも高速の方が楽だよとは言いますよね。まっすぐ走ってるだけだからみたいな。うん、言いますよね。眠くなる。47聞こ、歌おう。あ、カラオケ配信しよう。ちょっと今日忘れてて、そう10分過ぎぐらいまでには終わります。忘れてた、一個あるの。この後思い出した、普通に忘れてた、完全に。10分過ぎぐらいから10分過ぎぐらいまで配信します。なので10分過ぎぐらいまでです なので一旦止めてランキング読んでカラオケ配信に移行します。今思い出した、今思い出したっていうか、さっき連絡来て思い出した。危ない。いきまーす。1位にしやんさん、ありがとうございます。2位ヒーローさん、ありがとうございます。3位ギャローさん、ありがとうございます。4位快速さん、ありがとうございます。5位レクサーとピョンズさん、ありがとうございます。6位さくらさん、ありがとうございます。7位ブリトロさん、ありがとうございます。8位さくちゃんさん、ありがとうございます。9位くまくまアットオペソ協会部長さん、ありがとうございます。10位ちずちゃんアット、あー読めない、無理なんですよ人の名前、難しい、ありがとうございます。11位ハミーさん、ありがとうございます。12位ネバーストップアット映ったエピソードは週末のお話し会でさん、ありがとうございます。13位スギリンさん、ありがとうございます。そして本日のアンケート88位はマダオさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。この後すぐカラオケ配信をするのでぜひお待ちください。今すぐ切ったら更新か、あ無理かも、1時間微妙かも、とりあえず切ろう。またね、どっちにしろ後でキャッチフレーズするわ、なんか時間的に。バイバーイ。どうだろう、あ無理だ、1時間経っちゃった、更新だ、まあいっか。バイバーイ、またちょすぐちょっと後に、またねー。だって今日持ってこいじゃん、いい口の日、空気清浄機の日、シュークリームの日、シュークリームの日、毎月あるんだ、やめよう。空気清浄機、のど自慢、いい口、カラオケ、何歌おう。読めないやつあって笑った、どれ。家庭用消火器点検の日、いちじくの日、ハッピーおかんの日、どれ。何にしよう、口、
チリップグロス、リップグロスってあるんですか。唇に Be My Baby はねむずいんでむずいんすよ。そうなんすよ。低くてむずいんすよ。あ、入ってんじゃんリップグロス。ほんとだ。
がとうございます。なんかミラーボールがいっぱい飛んでました。全部メモったんで許してください。ヤーマさん、ネバーストップさん、ありがとうかな、きっとありがとう。ミラーボールちゃんと個数もメモったんで許してください。すいません、ありがとうございました。あと何、あ、なんかこれいいじゃんって思ったけど2番歌えるかわかんないけど、これにしてみてもいい？いいじゃんと思って、あ、なかった、ごめん。え、あるかな、ないです、すいません。ノースリーブスさんの唇フレーズないやん、ないんだ。え、あると思ったのに、意外。え、あるじゃん、ありました。あ、ここ空間必要なの、なんじゃそりゃ。ありました、死んだ永遠になんて言わないから、あいつのことなんか忘れてくれ。友達の彼女なんだってわかってる、それでも近くにいるのが苦しいよ。Yeah.
許してください。次何歌おうかな。なんか富山おでんってめっちゃ来てる。エイトの日の時、峯岸さんポジ。そうそうそう。あとは唇系でしょ。何あったっけ。あれ出てこない。私が歌いたかった。あ、違うわ、それは唇系じゃなかったわ。でもまああれがあれだから許して。どういうこと。あれがあれだから許して。でもあるあったあった、ありました。この曲好きなんですよ。でもあんま覚えてない。1番も分かるか分かんないか分かんない。ここはね、I love you フレンチキスさんの曲なんで、キスだから許してください。歌えるかな。君と最初会った時嫌な感じだっただろう。僕は髪が決まらなくてちょっと不機嫌だった。周りの友達も慌てて何かギャグを言ってたよね。ほっといてほしいかったから、君と僕はそう思った。しばらくしてから少しずつ聞いていたい。僕のタイプだって気づき始めた。だって好きなんていないじゃん。あの日の僕は恋なんかする気分と無視したり、興味ないふりをしたり、子供じみた真似をしてどこか意地を張った。本当は超愛っぽくなってみんな集合をさせたけど、相変わらず目を合わせずに、君と僕は水と油、態度と思いは裏腹で。横目で盗み、わかりません、ここらへん。かわいいよね、だけど印象良くないじゃん。恋はいつだって想定外の小さな奇跡だけど、時は巻き戻せないじゃん。これから君に土下座をしたって僕は Thank you.
きだ好きだ好きだの蜂の巣ダンスも入ってないんだけど、どういうこと？マジでやばい。それはどういうこと？え、どういうこと？じゃあもう終わり、もう終わろう。え、マジ入ってると思ってたんだけど、好きだ好きだ好きだ歌って、なんか好きみんなありがとうみたいな終わりかと思ったら入ってないんだけど、まあちょうど時間的にもいいんで、蜂の巣はこの間も言ってた入れてください、蜂の巣ダンス。もう一曲全歌、なんか8曲ありますかね。好きだ好きだ好きだ誰か歌って、じゃあ、あります、マジあるん、嘘、ないよ絶対。あ、空白問題、空白問題ですか。好きだ好きだ好きだ、いやなさそう。好きだ好きだ好きだはあったような、だって嘘。好きだ好きだ、空白入れてますけど、なんで私のところには出てこないんですか。もっと見る、あの頃好きだった人、君が好きだよ、違うって、好きだから、好きだった人、好きだ好きだ、ずっとあなたが好きだった、それでも好きだよ、ないです。チーム8そんなんで出てくるわけないよね、ちょっと AKB として、あ、わかった、 AKB で探してあいうえお順になってるとこから好きだ好きだ好きだを探します。じゃあもういいです何に怒ってんだろう自分、めっちゃおもろい。センチメンタルトレイン、制服が邪魔をする、ずっとずっと、すべては途中経過、スクラ、あった、空白入れたんですけど、なんで検索出てこないんですか、怒る。好きだあ、やばい遅れた、好きだ遅れました、恥ずかしさ気にしなきゃ、世界は今よりもただ色だ、本当のその気持ちオープンにしてしまおう、やりたいと思うこと絶対やめたくないだろう、わからない、正解はいつだって自分の中にあるんだ、世間はどうだっていい、誰の胸に
してしまいそう。返事なんかいらない、愛だ。エイトの曲ってたまに変則的ななんか瞬間あるんですよ。今の愛だもそうだし、昨日歌った熱狂の 2サビがなんか微妙な変則的なやつとか。時間がやばいです。1位スーさんありがとうございます。2位サプライズレバーさんありがとうございます。3位トラック野郎さんありがとうございます。4位コアルちゃんさんありがとうございます。5位マリユリさんありがとうございます。6位コロパックルさん、7位ゴンさん、8位ユータさん、9位ときめきこばぴょんさん、10位ヤーマさん、11位イガラッパさん、12位ヒーローさん、13位ズーデスさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はやばいやばいやばいシグショールームさん SR さんです。ありがとうございます。ということでキャッチフレーズをしてさっきの分のね終わりたいと思います。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで2507人の皆さんにきっときた笑顔を届けしちゃって無限代表アルピョンこと橋本るなでした。やばい時間本当にありがとうみんな。またね、メール送ります。すいません、ありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバイ、じゃあね、またね、ありがとう。やばいやばい、またねー。